ね、こっちで治療科を育成する学校というか、もう内地の方で私も25年ぐらいやってるんですよ、あの学校で。卒業生もそうといるんだけど、沖縄でやれないかっていう前の代表からの依頼もあって、で 3年前から始めたんですけど、でその時にまだまだこちらではね、テレビって言っても皆さん引っ張りついてる、あれしか知らないでしょ。で私ももともとギネショー提供協会って世界中にの支部がありますけど、そこの指導員してたんです、本部で。途中で私が家になってみたんですけど、引っ張っちゃダメっていうテープを引っ張って貼るようになってしまったんです。世界中に今引っ張ってます。誰かがテープ貼ってるみたいなことあるかもしれませんけど、みんな引っ張ってガチガチでしょ、あれ全部間違いです。でそれを協会の本部 のテープの貼発案者で加瀬健三という人がいたんですけど、今年の夏の初めに病気で亡くなりましたけど、その人と私が婚姻したと思うんですけど、その人にしょっちゅう、世界のトレーナーの使用者を一回集めて、チェックして直させなさいと。引っ張っちゃダメって言うテープ、みんな世界で引っ張り出したらいいから。で、引っ張らずに貼るの難しいんです。で、引っ張ったら中毒かかるでしょ。だからそれでもう間違って、で今、接骨院とか、いや柔道整復師、理学の人は、そういうスポーツトレーナーの専門学校ありますよね。そこの先生たちもね、引っ張ってほしい。だから治んないんです。接骨院で治んないでしょ。本当に。もう私、もう沖縄に来てびっくりしたんですよ。1キロ行くぐらい、この動物園で1キロ行くぐらいで3キロ行きありますよね、接骨院が。ね、本当に。4校でみんな飯食いていると思うんだけど、大体一番くらい分かりました。何でも名刺が食いてるとか。まあ、だからそれを全部私はぶつぶつまでおるんですよね。だから、昨日もちょっと私、即圧って分かりますね、こう、足こう、踏む。で、沖縄市でやってるとかあるんですよ。谷川市に即圧を踏むんで。そこにちょっと時間があったんで、私、即圧の興味があるから、ちょっと知り合いだったんで、行ってしまったんですよ。そこで、鍼灸 の先生っていうか、鍼灸の挨拶、持った方がそこで即圧の講習を勉強を受けてました。で、たまたまその方がずっと話の中で、私が即圧してもらって横にしてるもんね、勉強を。で、いろいろ寝て即圧したら、足でね、踏んでもらいながら、話してたら、だんだん私の方に興味を持って、たぶん来年に動く。で、どこか割とか、見えますかって言うから、ああ、見えますかって言って、ちょっと立ち上げて、僕をつんだんで、正して、ああ、あんたは左の腰痛と左の肩こりひどいなんですね。どれくらい分かるんですか？分かるよ、私は。どこ打つの治らないんですよ。治らないんですよ。で、振り向かれたら、ちょっと伸びようです。だからその瞬間に動き出したんですよ。腰痛くないんですよ。肩、全然逆に左肩が楽ですよ、今。で、そういう方が鍼灸師やってるから、質問があるじゃないですか。で、最終的には、昨日の私が事務所まで来て、送ったりますよ。で、足立屋で見せて、で、昨日まで送ってもらって、で、うちの、中、全部見せて説明して、で、入学願書も持ってくれてるっていう。で、まあ、そういうふうにして、本当はきちんとすれば、良くなるというふうに私は教えていってるつもりです、この沖縄でも。で、特にさっき言ったように、定義に関しては、テクニック的に難しいんですよ。だったら、うちで、直してあげたりした。直してあげたいんだけど、定義をしてたくなりました。でも、離れたらもうおしまいでね。まあ、早くても1週間、1週間、1週間で離れてしまいます。特に子供さんなんかだったら、サッカーとか、バスケしてたら朝帰ってすぐ帰りますよね。で、その時に、じゃあ、剥がれたか、しまった、せっかくの治療してもらって痛くなかったのに、剥がれたから、また痛い目で僕が繰り返してた。あれ、よくあることでしょ。いや、それでダメだって言うんで、極力私のこと、沖縄に関してだけは、クリームで飲みます。クリームで塗るとこ全部、シャンプーってください。で、おじいおばあちゃんの時には、
ャラパンスキーさんの人があるから、ズームで撮っておいてたり、でテーピングで、テーピング、わざとテーピングするから、そのテーピングする前にクリーム塗って、こことこう必ずクリームを守ってね、例えば肩こりって皆さん、これ塗るよね、肩こりね。で、バッテリーとかがあるじゃない。あれ、ここ塗るけど、水水するのにだから怖いのに、塗ったって気持ちさだけで。本当は、筋肉は肩こり筋肉、ここじゃなくて、ここからここなんですよ。でも一番凝ってるのは、ここが凝ってる感じですね。で、ここに塗るんだけど、でも、うちの場合は筋肉の端と端に塗ります。筋肉ってのは、ね、一番端から端に塗れば、働くんですよ。これも私の新しいのテープに入れるようなんですけど、で、そこに塗ってあげたら、OK でよくやりますんで、それも全部塗った後に、楽になったら、分かった。じゃあ、一応、念のためにテーピングもしとくよ。テープしとくよ。剥がれても構わんから、シャンと取って、それで家族の人に、こことここに必ず塗ってもらってください。ただ、大体一回治療できたら、特に座骨神経、結構多いよね、座骨神経はね。座骨神経なんてもう一度一回したら、頭来ないです。あれ何回も来ないんです。一回で何回もなんですよね。それを接骨院じゃないですよね。陽道さんから何回でもさせたら、お伝えして。で、うちの人は高いんだけど、それで接骨院行ったら保険聞けない。保険聞いたら、若い人だったら1000円いくらだけじゃない。でも、おじいちゃんおばあちゃんってもっと安いはずなんで、保険には何歳がある、場所がある、低いと。だけど、なぜか10万とか12万とか13万とか、説得に出されてるんです。説得にっていうのは沖縄は。初めて聞いた。要は返すで返すんですよ。で、沖縄の方は、いいところは、すぐ信じてしまう。特におじいちゃんおばあちゃんはすぐ信じてしまう。なんとか先生になったら。だから国家資格持ってたら、それぞれすぐダメなんだけどね。で、その方が、これはそもっとひどいから、ちょっと説得見ましょうね。説得っていうのは、他にあんだけ接骨院やってごらん。患者さんの取り役ですよ。だから自分のところで回数券交わしたら、一時いけないよね、それ。ちょっと、こっちでした、治療院、1年からも、学校、開く前にちょっと頑張ってたもん、私自身が。腹立って。年寄りを食い物したんだ、この沖縄って。そしたら代表たちが、前の代表ね、だって学校、作るもんがね、って言われたら、いいよ、じゃあもう、沖縄大好きなのかしら。もう50年前からって沖縄を引き継ぐって皆さん、500名、海洋博物館。その時私、1ヶ月後、沖縄に住んでました。もともと、那覇で。こんなに道きれいになかったけど。それでも沖縄好きだったわ。じゃちょうど沖縄に来る、ね、用事ができるじゃない。うちのスタッフに対しても仕事だったから。だから毎月来ます。で、今回、そうやって、クリーム、すごく、喜んでもらえてるんだけど、皆さん、使い方わかんない。で、本当に、医者にやっても、接骨院行ってもなかなか治らない。行ったことある人ですよ、接骨院とか。はい、目に行ってる。で、治ってないところと、だから気がしてないよね。でも行くとこ少ししかないっていうの。おじいとかはみんなに、なんで行くんだね、行くとこ少ししかないって言ったら、整形行ったらお年ならすぐオペ出されるし。ロフト整形でやっぱオペの宣言されたら、何人にも私、なしにしてる。だから、それで、今回ね、こうやって、大体なんです、僕なんで。クリームの説明会というのは内地ではしてます。まあ、有料だから、ちょっとね、なんだけど、初めはね、無料でした方がいいかなと思った。でも無料だったら、人数が多いだけで、まともに聞かないの。でもお金払ったら、もったいないから、真面目に聞きます。それぐらいで、3分、ちゃんと約2000円分もするんだけど、その3分券で、差し上げます。料金はまた料金も払うことで、3回とか。こちらでも、明日は出てもらいますか。で、ね、
お仕事で一番こっちにしてんのかな、微妙に。真正面見てるやつですもん。多分、ちょっとこっち見てます。モデルさんやから、みんなに見せよう。これ、寒いね、大丈夫。あ、できます。うん、入れておいた方が、説明が。あ、いいね。この方で、むちゅんじゃない、寝違いが、ちょっと痛いとかおかしいとこを準備指を押さえて、ここって押さえて、ここだと思う。そこね、うん、これ左でしょ。でね、向こうを向いてくれて、ずっと先にぐーっと向いて、向けるとね、一歩で入ると思う。こっち、ぐーっと。こっち向いてるでしょ。こっちも向いてるでしょ。それとは、この方はいつもね、このぐらいで仕事してるんです。意識してない。もうやめて、もうやめて、もうやめて。ちょっと、だってパソコンこっちにあるじゃん。耳の後ろがこっちのおでこ、僕の指を押してみたいなことができると、ほら、出たじゃん。ここにこれ、ね、うん、ここからここに ついてる筋肉、これ胸鎖乳頭筋肉で、この筋肉は常にこっち向いて縮んだ状態、うん、でしょ。これ縮むから、ね、向こう向いてこう縮むから向こう向いていく、ね、うん、だからこっちに来ないんです、うん、それがここないから、ここまで負担が来るんです、うん、首っていうのは全部の筋肉で動いてるね。片方が伸びたら片方が縮む、まあ、反対をするね。でそれで、さっき、ね、筋肉の始めと終わりって言ってね、筋肉の始めはここで、終わりがここに骨のところに見えるんですよ。ここに骨があるんじゃないか。だからここに内面に動いてる。そしたら、このぐらい。ここ首小さいから、この、うん、ね。これで、耳の後ろの、さっきこうやってね、ここに塗ります。塗ったら、早めにムッとするけど、うん、今度ね、ああ、ちょっと、たくさん出してみた。でここね、こう何人でね、先の筋肉でここに塗って、そしてこういうふうに、もう間違ったらいかんから、端と端塗りましょう、そしてこういうふうにつなげていこう、ちょっと寂しいからちょっと、これすぐ入ってしまいます、指小さいからね、はい、これで今塗りましたね。でこの向いて向こう向こうか。向こうを外で向けます。うん、じゃあ、こっち向いてくれる。どう？おー。向いたでしょ？うんうんうん。もう、向いよう。恥ずかしいよ。そして、ちょっとね、ここの先、小さかったよね。丸っきり同じから、それを動かしてみて。寝違いもそう。どう？こう。うんうん。さっき楽でしょ。楽です、ね、すごい。この筋肉が動き出したから、ここの負担が減ったの、ね、でこれでちょっとこう上げて、こう肩をぐーっと上げてみて、もう一歩上げてよ、はい、下ろして、こっち上げて、こっちよく上がるよ ね、こっちが上がらないの、そしたら今度はこれ引き上げるときには、ここからここをギュッと縮んでいったら上がってくるよね。こうやって上がるね。そしたらここも中心から筋肉の血管の中間のところにこう塗りますよ。ここ前も。そしてやっぱこんなもん。それをこの横。ほい。わからなかったらちょっと広めに塗ったり、正確にわからんもんね。解剖学だってね。だからちょっと広めに塗って。
そして こことここをこうぬるぬるとつなげればいい。だからこういう筋肉の動きが理解できてたら、いっぱいと思うんですよ、自分で。早く持ってもんだら上げておろして。そう。どう？うん、持ってる、持ってる。思い出したでしょ？うん、持ってる。そして、今度は向こうを見てみて。はい、こっち向いて。向こうを見てみて。まだここ触ってないの、ね、だから、今の西洋医学っていうのはここが痛い、ここばっかり気のせいでね、ここに尻尾あったり、これを対症療法っていうね、ここが痛いからここにする、そうじゃなくてここに痛くなった原因をちゃんとね、分かっておれば、本当はそこを先に原因潰せばいいじゃん。例えばそこからずっと風が吹いてきます、なんか嫌な気がするよね。そこに犬の向こうがあったら嫌よね。風に酔うよね。でもここで風をどうじゃなくて、その原因であるその犬の向こうに向ければ、いくら風吹いたら匂いよ。匂うとこを向けるんだ。そこの原因を向ければいい。同じですよ。ね、そしてこのさっき、こう降りた時にちょっと上見て、ちょっとあるね、これ。結構頑張ってたのこの最後の、よし、ちょっとこの鍵も戻ってきる、はい、この筋肉ですよ、この筋肉の腱、ここでそうだ、はい、さっきだったからね、だからここからここ、こういって、これ4キロの5キロあるんだけど、これを支えてるから、ここは、それを内面にして、そしたら疲れるよね。でこれこれをここに塗って、そしてこれここに塗る、で斜めに塗る、塗りますよ、はい、ここまた自分で塗れるでしょ、うん、はい、これでもう一回、うん、どう？だいぶ軽くなってます、さっきは全然なかったよね、うん、さっきはここを回したら若干まだ引っかかる感じはあるけど、それは引っかかるのはこの辺でしょ、その時にこれ、そう、うん、頭をそっちした時に引っかかる、そうです、そう、でこれでね、少しだけ固めて、はい、これ持って回してみて、引っかかるよ、あ、うん、引っかかないです、うん、面白い人間だ。この方がね、この肩甲骨動かせばな、そう、こっちこうですね、はい、こっち動かせば、そっちの動きですね。うん、こっちの方が私ですね。ね、それ、いいですよ。肩甲骨、そう、こっち動かせば。なんか動きがいいでしょ。ね、これで肩甲骨、いや、ここまで来てる。肩こりって仕事してる。あれがね。で、この、ちょっと僕ね、髪を振る。そして、この肩甲骨の内側と、この胸椎って背骨でね、この間にこう、ひし形の筋肉があるんですよ。そこにこう、塗って、ね。そして、ここも内側にこう塗っておいて、で、こう、つなげていく。つなげて、もう塗りつぶしてる。
え、話されないと思ったんですけど。困るよ。困るよ、何したの。こっちまっすってね。なんだっけ、15を探しでしょ。なんだっけ。したときにサポートがなんかした締め付けた、それが一番なんですよ。だからこっちした今すぐ締めないとダメって言われて、今すぐ締めないとダメって、それはあの陽直さんうちの治療院だったらそんなことは絶対やる。この人たちが卒業してそんなことやったら私に言いつけてめちゃくちゃ怒るらしい。人の方壊せたらしいなって、何でも言ったら肉バネでしょ。肉まないやつの言い方があったら違うのものは何？筋断裂です。筋肉繊維が断裂したんですよ、ね、簡単に肉まないって言うと一旦肉まないやつやろう、筋肉繊維
寝ると使えないですよ、ね、だったらそのこうある筋肉がブチッと切れちゃうからね。で切れた筋肉はもう二度とくっつかないんです。だったらそこが早く言えるようにしないからね。言えたら何が必要なのか。栄養が必要ね。ということは栄養は血液しかないんですよ、運ぶ。それを止めてしまったんですよ。ノーホイール。だから今この子は右で、走っててバスケとかないんじゃないですか。ソフトバンク走るときに多分後ろから見たらこの体緩くなる。右じゃないしね、左でパーンと止まるの楽でしょ。右で止まったらなんか体が楽じゃないでしょ、多分。なんかこの筋肉も落ちてるね。いったらここに締めてしまったから、締めたことによってひもじい思いをさせたわけね。栄養を送らんから筋肉がそれなくても痛いのに、その痛い筋肉を早く復活したいので栄養まで出ますことは分かる。何もにも筋肉落ちてるから、これでどうするかと、こっちじゃ走れないから、ね、こっちで頑張る、うん。こうしたら、こっちの、ちょっと上かな、ここ、板やろ、ここまで来るんですよ。こうやって来るんですよ。こっちどう、痛くなるよ。こっちでやろ、うん。こっちの中年筋がもう、パンパンに入ってます。うん、そして今度は、サポーターして、ここは。だから、それやめた方がいい。うん、そう、それ、こっち来たら、やめなさい、そのセコそして今度は足もここ痛いよ、こっち痛いよ、同じとこ痛いでやろう、下手したら今度は面倒しろ、今度こっちを、何かこっちばっかり体重が見えてるから、そしてもう一つはね、こっちの膝が悪くなってきます。どうだ痛いよ、ここ痛いよ。そしたら、ここもこうやって。いや、ほんとに。これ。ね。くずったんじゃ痛いね。で、こっち筋肉痩せてるはずだけど、痛い。こっち使ったらこっち痛くないでしょ。こっちも痛い。さあ、痛くないじゃない。ね。こんだけこっちがもうダメなんだ。だから、その生活ははっきりと申し上げてやった方がいい。この子は壊されていきます。どんどん動いてます。そしたら今度はこの子はこっちの膝つぶと股関節つぶを起こしたします。私だそれそして、捻挫が始まります。あとは人間関係が始まるそこの接骨の先生というかその人が、バスケットのトレーナーみたいにやってるかどうかもわからないで、その人は知識ないんですよ。お金儲けどうするでしょ。じゃあやってみようか。いいよ。これね、まずこの子のおほそこったら、これ痛いやろ。この子が大腰筋という筋肉が、その大腰筋という筋肉が縮んで硬くなったんですよ。使われてないし。で、おまけにこっちの、そっちはどう？あんまり痛くないやろ。こっちで、はい、曲げて、いいか、これキープしておいてよ、僕こっち引っ張るの、いい、止めて、はい、止めて、力入るかな、いいよ、じゃあこっちするよ、今これ大腰筋というのをテストしてます、いこう、止めて、はい、もうこんだけもう余裕で、こんだけもう早く来いぞ。趣味でソフトするのはいいけど、でもレギュラーになりたいだろ。なってても手錠落ちるよ、ね。よし、じゃあやるよ。で、スポーツ選手だから我慢してくんな。お母さんちょっと。ちょっとね、ここ大腰筋ってなんで、ここからちょうど腿の間ここにこう。ここからこう行ってます、うん、で、ここに塗って、ここに塗ってください、まず。ちょっとごめん。ここ、ね、そして、この前ね、ちょっとごめん。ここ、ここ。ちょっと桃と桃と舐めたんで、ペコンで行く。
そしていいですか、別に手品してることないよ。はい、まず自分は何見てみて、止めよ、せーの、はい、止めて、どう、あこんなにも、あれ筋肉っていうのは初めて俺はすごく大事なことやろ。だからここに塗ったってダメ、こことここに塗って、そしてさっきの矯正にここに首塗ったじゃない、あれと同じで初めて終わりに塗って、そしてちょっとごめんな、ここにこうつなげます、こことここ塗って、そこの塗ったところで自分で お母さんも後でまた教えてやってね、ここにこう塗って、今は塗ったよね、ポケットが、ほら、ほら、そうだね。ね、はい、はい。そして、ここも、ちょっとこう、曲げて伸ばしてしてごらん。はい、うん、その時に、膝関節がなんかおかしいよね。スコッと伸びる。ゴリゴリしてる。そう、伸びがいいやろ。そう。ここの筋肉はこれもうちっちゃくなる方が、見ても全然違うんですよ。はい、ね、そうしたら後ろのこの膝関節って膝の関節をきれいに微調整して動かしてインナーマッスルが、これは、ここの膝のこうなんだけど、分かりにくかったらね、膝の関節の後ろにこういうふうにいっちゃってください。あと覚えてて。これでもう一回回るのがいいですか、どう楽でしょうか、ね、そう、一緒なんです。そしてさっき言ったようにこの筋肉も押してしまってるしね、はい、ここも取ってるんですよ、はい、うん、ここ、こういうふうに言います、はい、そして、まあ、こういうの終わりこれでね、始まりはちょっと始まりはこのこれ前頂骨横で腰骨のとこ、ここのこれ、この腰骨のとこがこの筋肉の始まりなんです。だからさっき言ったね、始まりと終わりがすごく大事ですよってね、今始まるんだよね。そしてもういいよ、ここで曲げてみて、さっきのドラゴンです。そしてこの途中斜めやからこう、これ方向筋ってやつね、はい、そしてここにこう斜めにいってるから、その斜めにこうして塗っていきますね、はい、いいよ、ここましょうな、どうやらなかったろ、ね、そして今までここは栄養失調、ね、絶対そんなにさらにサポートかな、なんかまた肉まなですね、あと肉離れの後にこう血流固まるから逆に手術しないといけなくなるから、ガチガチに固めないとなんかいけないと、それね、あ、申し訳ないけど、どうぞ今すぐね、止めないと、血を止めないとこの血が固まったりするから、どこが飛べてるの名前はちょっと言うけど、結構有名なところ全然はっきりね、丸っきり逆です。で、僕何も今してないよね。で、この今度ちょっとごめん、まっすぐピタリで、まっすぐ上げて、まっすぐ膝まっすぐ下まで上げて、力入れて、だからここに置くのこれ気になるね、こっちあるところなるよね。そしてここにこうあるね、見ちゃったね。で、この落ちてるここ、こことここにこう塗るよ。こっちにあったらちょっと落ちないね。こう塗りました。うん、はい、手で曲げてます。山太郎、なんかジャンプできそうやろ。もう切れたものはしかないんだから。でも、もう切れてもこう、くっついてますから大丈夫ですからね。ただ、じゃあ、あとは筋肉がスムーズに動くようにしてやれる、ね、そして、今度はここの筋肉もこう流れるからね、こうやって大きいのが膨れてる、こうやってスマートでしょ、で、ここを塗るよ、これ一枚下と、それとこの、ここ、ね、
外装工期、外装工期におります、うん、私は僕の前で旗って治療科を育てるってやったら分かるでしょ。もうまさにでしたね。しないんだったらどうしてこの股関節を柔らかくするかだよね。簡単です。横に取り。いい。あ、こうしとっていい。うん、あ、ここ痛い。これね、梨状筋って筋肉。この梨状筋って筋肉は固まってるんです。なんでか言ったら、この子の場合前夜でこの子の場合はこっちの足を使いにくかったから。こいつ全部先で重心が、歩くのもそう、階段を下りるのもそう、上がるのもそう、走ってもそう、全部ここに負担がいってた。だからここ触っていたやろ、これ、ね。まずここ、後にするけど、ちょっと女性だけだから構わんな。ここにちょっと塗るよ。いいな。ちょっとごめんね。お母さんもおいしい許可もらって。ちょっとごめんな。これね。ここからこの梨状筋ってあるんです。これです。この梨状筋をこのクリームに塗って、それで、ね、正常にするようになります。それで股関節をパカッと開く。はい、これで、もう一回伸ばして、いいか。はい、曲げて。はい、倒してごらん。これストレッチ。ストレッチするってことは筋肉壊してるんです。古いんですか。いや、今のトレーナーとかそういうことして教えてること自体が終戦後の知識なんです。マッカーサー将軍で知らんわね。マッカーサー将軍が日本に西洋医学としてアメリカの医学として持ってきたやり方が未だについてるんです。だから接骨院に行ったら電気治療するじゃないですか、うん、でしょ、はい、電気治療はマイナスあったらプラス一つもない。あれもマッカーサー将軍が向こうから電気治療器っていうのを持ってきて、今よりもっとボロいやつだけど持ってきて、それは日本の厚生省というところにこれを使わないとダメだってやりだした。だから未だに接骨院で保険を適用しようと思ったら電気治療器を設置してない接骨院は保険に効かないんです。そう。おで接骨院だつのに、おで私ともいっぱい柔道整復師卒業生いっぱいおります。今までもう20何年学校してるから、あれ聞くんかって聞きません。何度言ってもいや、あれを設置してなかったら保険申請できないんですよ。そうやるんです。でも患者さんに言わないんです。ピッピッです。はい、ピッピッですよ。何にもないんですよ。ただ、保険申請できる。はい、ちょっとこんな。こっちをこっち。そして、いいか。さっき試したらここ痛かったよね。で、ここにも負担がかかったよ。はい、まっすぐ上げて。止めてよ。押すよ。こっちじゃない、違うわ。行くよ。押すよ。せーの。はい。これ入らないの。な。で、自分で上げていい。重いやろ。うん。よし。こんだけ壊れてる。うん、おいおい、なくして。そして、今の筋肉は、この筋肉、中殿筋、この筋肉と、この筋肉です。大体筋膜ですね。この2つが正常になれば、ものすごい走れるんです。ちょっとごめんよ。
その時だけよく見ております。首に切れるから、うん。そして、ここの骨盤がいくよ。この骨盤のとこが起始、いや、始まる。で、ここにクリッとしたの。ね、ここが停止、終わり。じゃあ、こことここにこういうふうに塗り、ここに塗って、ここに塗って、とこ塗りつぶしていったら。で、先のとこここにあるからね。これ、中殿筋という筋肉。これで、あれから立った人たちに、ここの筋肉が硬くなるんでね。ここまでちょっと抜いてあげる、抜いてあげるよ。はい、いいよ。あげてよ。一時よくよく。あげてよ。軽いよ。すごーい。うん、じゃあ、はい、これいい。止めるよ。止めて。押すよ。せーの。はい。どうも。僕は硬いし、あげて。はい、これで抜いてごらん。はい、これで伸ばして。自由に。でしょ、それだけちょっと一回立っとる。右やったのに左に来て、で左のここまでダメになったじゃない。今ここでどう？見つかるよ。ね、そしたら腰になるんじゃない。ちょっとここで肘ついてごらん。腰になるんですよ。ちょっと足の前に肘ついてごらん。腰丸くしてそう。ちょっとここでもうちょっと前に。そう、腰を丸くせ。いい？でここ塗るよ。ちょっとここにスタンプ貼ってたから。でここに切りつけてあるよね。ここピーって、はい、そこにも塗るよ。ここにね、ここに塗りました。他にだとこの子が元あの試合でもレース水学所とか何度も直してるのがこういう塗る場所を教えます。はい、では完成しました。しゃがんで座って、どうだ？なんか、すごい。すごい、してそうよ。すごい。では、何としてる？すごい。ね、だから、私は、接骨院とか、そういうのをね、気なしたほうがいいの。あまりにも奥な人はね、素直すぎる。ね、尿の押せないことを一生懸命させて、もうものすごく大事に言われたの、はい、今すぐやられたねと、いや今すぐやらないのお前のせいやと、ね、こっちは患者で気が付いてるわけだから、今すぐあなたが治してくださいっていうのを僕の持論なんです。今みたいにし、その時力入るから、ここ止めて押さえる、まあね、ということは断裂してないんです。でしょ、治ったんじゃないですか。もともとしないんだったら、もともと断裂してないんですよ。MRI で、MRI からまで撮ったんですよ。その時に、たまたまそこが陰で映らなかっただけですよ。陰で見てね、これ腕上げて、ここに関節上げて、これ腕を起きてるんで、この関節。で、これに、ここから、極上筋肉に向かって、その筋肉の動で一番足が、ここに切れる、ここに、ね、これが断裂で切れてるって言われた。もしこれが切って紐だったら紐で、ここに寄って紐がありました。で紐がこうやって引っ張ったらこうやってきます。でこの紐が切れたらさーっと下がります。でも上がって上げて上がってるってことですよ、ね、本当に車が断裂したら上がったんですよ。これ以上、紐が切れてるんだから
れは原因です。例えば、今こういうことですね、はい、上げて、前に上げて、この上げて、明るく上げて、はい、いいよ、下ろして、じゃあ上に行くよ、こういうことで、なんかまあ、上がるかもしれない。ちょっとね、何を、ちょっと多いよ、これそれも、これかな、はい、どうですか、これ食べたいなと思う、痛いよ、これとか、伝わらない、こうですね、こうして、ちょっと感じになったぞ、ここに振り向いていたら、ちょっと巻いて入れるよ、Thank you.
そうほら。ダメで。そして、いや、使ってなかったから、この辺今痩せてる。痩せた筋肉正常にしようか。三角筋って超腕の三角筋ってね。この三角筋が使われてないから、痩せてしまうのが、そうそう。これ、そう。この後ろ。三角筋は前三角筋、後三角筋、中三角筋だって、ね、三角なんですよ。で、これ今三角筋前後にいったよ。はい、もう一回ご覧。違う、こっからこうだ、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 はい、もしかしたら、ここよ。はい、どう？動いてる？どこどこ？研究コンダムじゃなかったよね。何の研究コン、何も悪くない。そして、どっちかやったら一番ね、右の方が重いかもしれない。
的に情報入ってくる。私ははったりでもの言わないからね、患者さんが言ってしまってちょっとね、収支が終わらなくなったの。これ給料がね、ちょっと遅れ遅れになったらね、あの口の向こうで用意してやろこれでね、この人は自分でこう待ってた、はい、これをして、でこれだけで死ぬかったらペットボトルでいいよ。ペットボトルのは水入れて、それでこう上げなくていい。これでこのように動きます。こしたらこの関節が動きます。そして今度はそれで、こうじゃなくて持ったままでこうやペットボトルをこうして、そしたらこの筋肉が復活してきます。そしたら OK です。あ、そうです、そうです、そう、そうです、ね、はい、分かれた、はい、なので、足がなんかこっちの方がなんかいや、やばい、はい、ちょっとクリームやけど、クリームの前にお皿を置いてないの。あ、そうなんです。半月板がなんかあるって言われます。確かに。そう、半月板じゃない。お皿、お皿。あ、そうなんですか。ちょっと痛いけど分かりたい。はい。はい。最初の方に立てて。はい、倒して。
や柔らかいと思う。一人だけか。あと一人だ。うん、大丈夫だと思う。で、さっきのね、同じ。
的にはここと僕が使い方をね、取りに行きたいって言ったら、原因はここですよ、僕らは。でも結果はここで、ね、だから結果のことをちょっと言っておきましょう。ここからこうね、君に始めから終わりにこうなるんだよ。はい、そして反対。この印象ね、ここに行って、ここに行って、そこに行って、これ数字の上だね。だからあのサンプルでも結構使える。受付に。すぐ来てくれるんです。